始まりました。この番組はバンダイナムコアミューズメントのゲームや施設の魅力を皆様にお届けしていく情報バラエティ番組でございます。私モッドファンク課長のイワジです。エリックです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。本日こちら新コーナーでございます。早速参りましょう。なりきりクレーンゲームマスター。クレーンゲーム大好きなんですよ。楽しいじゃないですか。楽しいよね。でもなかなか取れなくないですか。下手だよね。ご安心ください。いいです、いいです。今の段階では下手でいいんです。頑張るぞ。はい、はい、オッケー。
い。恥寄せのエリック。クマジャックポット、いや楽しいです。これなかなかスムーズでしたね。私なんかクマがアクロバティックなんで、そっちもなんか楽しいです。なるほどなるほど、はい、思ったよりね、思ったより頭が重いから足がグワッと上がるんで、上がる感じが楽しかった。はい、ということでクマジャックポットでした。アグザカアグザカ、なるほど。これは的が小さいですよ。頑張りましょう。さあそれではハグ坂挑戦してみましょう。課長、まずはまずはハグの穴にアームを入れてみましょう。いやもうまずそこからですよね。入るかな。一発。わー、しかも箱降りましたね。今度は左側の穴に入れます。なるほど、これ左右交互に入れていった方がいい。おお、体が入っているの。なるほどなるほど、こっちに傾いている以上はこの傾いている方のアームを使っていった方がいいわけですよね。そうですね。わかりました。左側で入れてしまうと箱が真横に。そういうことですよね。なるほどなるほど。実感しましたね、今ね。おお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 、いやいやいや、でも、いやでも動いた動いた。おおおおおお、どうかな。いや、だいぶ奥に入っちゃったな。おお、めっちゃ奥に入った。ちょっと引っかかったね。ダブルハンドくびれ。つかめ、くびれをつかめ。おー、ほんとだ、浮いた。あ、おいい感じです。それはそれでありなんだ。おー、おー、やれたこれ。なんかタグを100回撫でたらなんかちょっとした粗品がもらえるみたいなシステムないですか。ないですね。ないですよね。先に左のアームが当たるから右に振れるわけですよね。分かった。今度は逆にアームをちょっとこう左寄りで止めて、右のアームが先にタグに振れるようにすれば今度こう動くわけですよね。それを繰り返していけば落ちるはずなんですよ、理論上は。あ、本当。あ、そう、これで、そう、そっちを先に引っ張るから、そういうことですよ。くびれにまっすぐアームが降りてしまうとふにゃってなってしまうので、箱にアームが当たるくらいの気持ちで狙っていただくと箱に入れる。やべーぞ、なんだこれは。もうなんだかよくわかんないけど悪くない気がする。本当ですか。いやいやいや、そう、だいぶ前に出てきてるからもうちょっと行ってもよかった。
ですよね。どうだ。いやでも今正直さ、はい、ここでこうなってたじゃん、はい、こう上がってったら戻るんだろうなって正直思ってどっちかなって思います。これはどっち。でもなんなら戻ったら戻ったで人笑い取れて美味しいなみたいなありましたけど、いやでも正直どうやって進めたらいいか分からなかったのがよく分かりました。すごい面白かったね。面白かった。こうやってねちょっとずつちょっとずつ左右に振りながら進めていくわけね、はい、面白い。面白かった。はい、ということで、はい、タグ坂でした。おはい、お疲れ様でした。さあ、ということでね、本日は3種類のクレーンゲーム遊んできましたけども、遊びましたね。いや、なかなか難しかったですね。いただいて無事3つとも景品ゲットはできたんですが、そこそこ時間かかっちゃいましたね。かかっちゃいました。今日挑戦していただいたゲームは少し難しめのイベントになっております。難しめのやつだったんですが、今日のやつ我々初日ですね。初日我々クレーンゲームやるのも何年ぶりとかそんなんですよ。でまあまあとはいえです、ね、とはいえでもね、攻略をすごい分かりやすくしてまったんで、ちゃんと攻略があるんだよね。順序をね追っていけば取れるっていうのが分かって、こうしてこうしてこうしたらいけるってね、無理ゲーじゃないんですよ皆さん。なのこのお店にはまだまだいろいろな運営がございます。ね、ありますね。今日挑戦していただいた運営を攻略していただいたお二人はもう大丈夫です。じゃあこの辺の見て見て、一撃台って書いてある。いやすごい、ほう最強って書いてある。これじゃあもう楽勝なんじゃないですか。やったー。しかもほらエリック見て、あ、タグレンジャータグです。いや今日3回やりましたからね、もうこうタグの穴にアームを突っ込むことにかけてはもう慣れたもん、じゃあこうしましょう。これカメラ止まったら、こっそりかっさらっていきましょう。お土産じゃん、お土産じゃん。ということでね、ご覧になっている皆さんもね、はい、ぜひ今日の動画を参考にしていただいて、いろんな景品ゲットしていただければと思います。それではまた次回、ワクワクバラエティもっと漫画なりきりクレーンゲームマスターのコーナーでお会いしましょう。それでは皆さん、またね。